サラ・コラクは、やり投げを専門とするクロアチアの陸上競技選手。バラジュリン・グンル・ドブレグ出身、プリモリエ・ゴルスキ、コタル・グン・リエカ在住。2016年リオデジャネイロオリンピックで、金メダルを獲得した。2016年までに4度クロアチア選手権を制覇し、世界ジュニア選手権では一度同メダルを獲得している。元はハンドボールをしていたが、陸上競技に転向した。 2014年末に肩の手術を受け15ヶ月の競技離脱を余儀なくされた。手術から回復して間もない時期に臨んだ2016年リオデジャネイロオリンピックでは6 6ル1 8の自己新記録で金メダルを獲得した。この記録は予選で自身のマークしたクロアチア記録を更新しサンドラ・ペルコビッチに続く今大会陸上競技で2個目の金メダルをクロアチアに もたらした。女子やり投げは2013年以降競技レベルが低迷し突出した選手がいない中リオデジャネイロオリンピックを迎え誰が金メダルを手にするか予想できない状況であったが初出場の娯楽は決勝進出程度の期待しかされていなかった。そのため金メダルの獲得は本人でさえも驚きの結果であった。ありがとうございます。